ので、はい、まあやっていこう。なんかね、あのなんかさ、画角がむずくてね、ちょっと下の方が映らないんですよ、あんまり。なんで、まあ、顔が映るようにしていこうかなと思ってるんですけどもね。じゃん、ちょっとありがとう。どうかな、暗いですか。ちょっと最大限明るさをこれくらいかな。大丈夫、もうちょっとここでか。こんな感じでちょっと最大限の価格で、ちょっと途中いなくなったりしたらすいません。はい、どうですか、いい感じかな。あ、待って、充電しとこ、ちょっと充電が切れちゃまずいんで。ということで今日はなんかちょっとやります。この服、なんか夏服が全然まだ出してなかったので、そう出してきました。そう、半袖、そう着てなかったから、まあ、半袖なのかな、こんな感じの衣装っぽい。おー、じゃあマイホーム公演ということでマイホーム公演ということで、はい、ちょっと音楽とか出すの遅くなっちゃうかもしれないんですけど、ちょっとつなぎが、そこは勘弁してください。はい、もう早速始めちゃおうかな。マイホーム公演です。そうですよ、一人でやります。はい、本日は、マイホーム公演にお越しいただき誠にありがとうございます。本公演は中村舞が歌ったり踊ったりする公演となっております。他のルームへのご移動並び2窓3窓4窓推しメンが悲しむような行為はお気をつけください。ソロ公演です。公演中はコメント欄を盛り上げてくださるとすごく喜びます。皆さんたくさんコメントをして盛り上げてください。よろしくお願いします。いいですか。まもなく始まります。もうしばらくお待ちください。では行きましょう。ちょっとお音をマイクチェックしたいんだけどさ、待って、どこにあるんだっけ。これで流すからさ。どう、大丈夫そう？ STU48! 音大きいとかありますか？ちょっと大丈夫？ちょうどよい。 OK STU48! Everybody! A night like you've never seen before!
らない君がいて、君の知らない僕がいる。自分でちょっと待ってくださいね。海の色は青いなんて誰
走り続けてるのか、ふと疑問に思って立ち止まりたくなってしまう。こんな辛い思いしてどこへ向かっているのかわからなくなる。平坦で楽な道とかあるだろう。くじけそうな時には風を味方にして背中を押してよ。
ちの自転車はなぜに急いでいるのか、ただ寒さなり勇気がここでなくなる、目指してるゴールはいくつの谷と山を越えればいいのだろう、ペダル止めて休んだ車輪の分だけチャンス遠ざかるのだ、太陽は沈み星が輝いて明日のその道を照らすよ、次は かもしれないんですけど、めちゃくちゃ汗かいてます。はい、ですね、じゃあキャッチフレーズをしたいと思います。じゃあ、皆さんコメント欄はマイキューでよろしくお願いします。いいですか、伝わってる？いいですか、じゃあいきますね。クエスチョン、それたちに前やりたのは、はい、マイキュー、お、いい感じ、いい感じ。センキュー、愛媛県出身、マイケルこと中村舞です。よろしくお願いします。はい、今日は、この出演メンバーでやっていきたいと思います。はい、次はですね、また曲をね、披露したいと思うんですけど、あ、曲紹介やってなかった。さっきの曲は、ですね、サングラスデイズ。海の色を知っているか、あ、なんだっけ、思い出してよかった、ペダルと車輪と来た道と、と4曲続けて聴いていただきました。はい、この出演メンバー今日は私のみですが、頑張りたいと思います。あ、写真撮影しないと、客席バッグとセットバッグ2種類で撮影したいと思いますので、はい、顔写したくない方は何かで確認してください。はい、じゃあ皆さんのタイミングで、はい、スクショしてください。なんかポーズしてあげようか、何がいい、ちょっと飲み物飲むわ。じゃあ、そうだな、これは私が流行ってる、私の中で流行ってるスキージャンプのポーズです。これは布教していきましょう。
まだ流行ってるんだ。いや、まだとか言わないでください。ずっと流行ってますから。公式なんで、私のこう見るとすごく髪が長い、伸びましたね。あとは何がいいかな。そうだな、サングラスデイズからやったので、サングラスデイズ、じゃーん、マイクここ、これサングラスデイズポーズ。ん？子供の日なので濃い。濃いってどうやってやるの？あ、こう、こう、私が旗でこう。これが濃い、2匹。あ、もう足もつけれるよ。あの、お父さん、お母さん、子供みたいなやつ。どう？今のが良かった。子供が大きいけど、子供がまあ育ったということで。どうかしら。セットバックでも取らんとね。セットバック？あ、客席バックよ。皆さんもじゃあ鯉のぼりポーズを。隣の人にはぶつからないよう気をつけてください。ありがとう。薬石減ったら大変。とても髪の毛が厚いことに気がついた。はい、ということで、着替えてこようと思うんですけど、ちょっとあのもう頑張って着替えるんで、もう時間めっちゃ早く頑張って着替えるんで、ちょっと待っててもらっていいですか。あの、ここにもう着替え用意してるの。だからもう秒で着替える、秒は嘘、踏んで着替えるから、繋いできますね。あの、何分か数えといてください。今から行くから何分で数え、何分で着替えれたか。行ってきます。なんかさ、着替えの音が入ってる。どうでした？あ、ちょっとゴムで縛ろうかな、髪の毛。ちょっとうっとしかった、見てて。早かった？1分？15秒？2分？10秒？ということで、制服に着替えてまいりました。ちょっと、ちょっと待ってね、ゴム持ってくるわ。ごめんね。
なんかちょっとあのベルトしました。ちょっと見栄えが悪いかもしれないですけども、ポニーテール大きい。ほっポニポニー即席。あの今日自分で前髪切ったんですよ。美容室行けなかったから水とか大丈夫、ありがとう。ここに用意してます。いい感じ。なんかま、ほんま言うなんかやばいかも、切りすぎた。切りすぎた感じ。ですね、じゃあこうかな。ちょっと待ってね。曲があれどこだ。にゃん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 、あった。はい、続いての曲にね。あ、そろそろ行っていいかな。今何時なんだろう。でも今日始めるのがね、なんだかんだね、時間はここに。まだ10時になってない。よっしゃ。それではなんと私は制服に着替えてまいりました。じゃじゃーん。どうですか。あ、セルフカットには見えない。ありがとう前髪。ちょっといい感じ。それでは、続いての曲に行きたいと思います。はい、いいですか。早速それでは聴いてください。「私なんて」
室の空気は淀んで、いつかこんな息苦しさ逃げ出したいって思う。僕は君
い。ありがとうございます。愛しさのディフェンス、制服の重さ、一杯の水と3曲続けて聴いていただきました。ありがとうございます。よいしょ。ありがとうございました。ちょっとお水タイムを。一杯の水好き。記念撮影、あ、毎回記念撮影ちょっと直したら撮ってください。何ポーズがいいですか。暑い、確かにね、これそうですね。一杯の水ポーズ、皆さんでは一杯の水ポーズを伝授したいと思います。そうですね、サビのじゃあ最後を使いましょう。一杯の水をで、ここ片足上げます。で、準備、飲む、はぁ、皆さんもやってください。これが一杯の水ポーズ。一杯の水を、はい。セクシー、嘘、セクシーじゃないよ。初見さんもありがとうございます。汗が飲めない。以外の水好きな人多い。一杯の水。あ、ありがとう。ニューのパソコン。嬉しい。あの夏ツアー以来だったかな。一杯の水は。そこでしかやってないから久しぶりにやったって感じです。ツアーから好きになった。嬉しいですね。夏ツアー？ん？夏ツアーだよね。あ、どうもありがとう。タワーもらってる。嘘。ちょっと後でお礼させてもらおう。ルビーさん。ルビーさん、ありがとう。ルビーさんだよね。なんかすごい、私すごい白飛びしてるわ。ルビーさん。ありがとう。はい、ということで着替えてこようと思います。今日はあの着替えがあと2回ありますので、すいません。なんで今からちょっと行ってこようと思います。じゃあ何分か測ってもらおうかな。また行ってきます。
なんかこんなに、あ、1分ぐらい？ちょっと自分でさ、リボン結びができなくてさ、いやできるんだけど袖のリボン結びってむずいよね。じゃん、あ、襟がここ締めた方がいいな、さっきと同じぐらい、じゃん、半袖、よいしょ。なんかこういうの大雑把出るよね。ちょっと待てね、違う、このすごい技をこの手の曲がり具合、いい感じ、 OK、 夏って感じ、夏だよ、夏が来たね。やっぱりさ、絶対前髪切りすぎた、ワンピースになりました。ね、ちょっと待ってね。OK。よっしゃ、どうですか、ちょっとリップだけ塗りますね。あ、なんかはみ出た、はい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 、あ、すっごい赤くなっちゃった。まあいっか。オーバーリップ。まあ、良いでしょう。もうこのままポニーテールでやるね。着替えてきました。今更。はい、着替えてきました。ワンピースです。あの膝丈ぐらいかなのワンピースでございます。着替えてきました。もう夏先取り。いや、これまだエアコンつけてないんですよ。だから半袖でいい感じということで、ここからは、後半はもう前半、次の曲に行きたいと思います。次の曲に、はい、大丈夫ですよ。まあ暑いですけども、はい、それでは早速いきたいと思います。皆さん、ぶち上がる準備はできてますか？うえーい、わっしょい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 。はい、それでは後半戦いきましょう。まあ、あのぶち上がる曲かって言われたらちょっと難しいんですけども、それでは行きたいと思います。駅への坂道を駆け上がった時に、息が白くなって、冬だと気づいた。いただけの以上は寂しそうに見えて、落ち葉も踏まないように避けて走った。いつもの景色は今だけのもの。空も白に色変え、鳥たちはどこへ行く、昨日
気づくたびに僕たちは生まれ変わるな。一歩目を踏み出せる呪文、太陽が元の声が何度でもやり直せるだろう。悲しいことなんか過去のことが君に会ったその瞬間勇気が出た。何か話しかけよう。
おはようから始まる世界ニューシップ僕らの春夏秋冬3曲続けて聴いていただきました。ありがとうございます。よいしょ。はい、僕らの春夏秋冬はSTU48 の2期生の曲なんですけど、はい、踊らせていただきました。すごいね、めっちゃ好きな曲なのでね、皆さんもぜひ聴いてください。うみゃん、はい、そしてですね、セトリ確認、飲み物がちょいちょいなくなりそうだけども、はい、あ、ドリンク足りてる、みんなが優しい、うみゃー、あ、私なんかね、うみゃーって口癖なんだね、うみゃー、なんかなんか美味しかった時にうみゃー言っちゃう、言いがちです、うみゃー取りに行っていい、ありがとう、ちょっと行ってくるね。ただいま、すぐそこなんですよ、キッチンが。料理配信とかするじゃないですか、私料理配信の反対側がこうなってるって感じで、そうなんですよ。コーンフレーク食べてる、え、なんで、え、って怖いんだけど、コーンフレーク見えた、コーンフレークあるんだけど怖いんだけど、コーンフレーク見えてないよね、この画角ね、すごい、投資の人がいるんだけど、怖いよ、投資されたら私着替えてるんだから、向こう側でちょっとやめてくださいよ、ちょっと ということでですね、最後の曲に行きたいと思います。はい、もう最後の曲なんですよ、実は最後の曲なんですけど、はい、最後の曲披露はヘッドセットっていうかマイクなしでやろう。今来たばっか。はい。本当ですか？いいですか？ちょっと待ってね。これかな。はい。最後の曲を、披露したいと思います。最後の曲はですね、8枚目シングルを、やらせていただきたいと思います。はい、8枚目シングル4月13日発売した、もう1ヶ月は経たないんですけど、はい、やろうと思います。ちょっとそれではいきますね。そう、これさ、こうしたら見えないね、あまりはい、それでは披露したいと思います。聞いてください。花は誰のもの、
ということで本日は、ありがとうございました。バイバーイ。やったー、アンコールだー。アンコールありがとうございます。
アンコールありがとうございます。なんと生誕って行けました。じゃーん、これ私のね、あの生誕ティーです。スプリング、ちょっと文字がスプリングイズカミング、春が来るっていう、私春生まれなんですけど、はい、生誕ティーとあのスカートにしました。じゃーん、ありがとうございます。まさかアンコールを借りてくれるなんて、嬉しい、ありがとうございます。ありがとう。待ってね。アンコールの服は用意してました。はい、そうなんですよ、実は。なんでちょっとアンコールってあのコメント書いてるか確認しに来ました途中で。気づきましたか。ということで、じゃあまだ曲を披露していきたいと思います。はい、それでは、ちょっと待ってね。まあやってみよう。いきまーす。できたんだ、あの夢の夢力。
僕らが目指す夢は今まで言ったこともない場所にある。一人きりで頑張っても大きな車輪を動かすことはできない。ここから始まる奇跡という名のストーリー、自分の可能性信じてみよう。またここから始まる未来への道がヒストリー、誰かがきっと今も見守っててくれるサクセスロード。信じてみよう。じゃあどこから始まる未来への道がヒストリー、誰かがきっと今も見せてくれるサクセスロード。夢路から奇跡という名のストーリー、2曲続けて聴いていただきました。ありがとうございます。いや、なんか汗かいてポニーテールしてたらほんまようになっちゃう。いい感じだった。はい、それでは皆さん、最後の曲になるんですけど、最後は何かペンライト、何かペンライトっていうかペンライト、ペンライトでもお塩でも何でも棒状のものを持ってきてもらって、はい、振ってください。よろしくお願いします。はい、緑、そうです、ペンライトカラーは緑にしてください。はい、持ってる塩なんでもいいですよ。でですね、私は全然違う踊りするので、惑わされないようにお願いしますね。はい、よかったら振ってください。キュウリがありました。キュウリじゃないですか。もう緑に変えなくても。こう間違えて緑がこう別の色になることもない。キュウリ。いいですね。ありがとうございます。はい。最後の曲はですね、7枚目シングルを、はい、披露させていただきたいと思います。はい。頑張れの気持ちを込めて、って感じで披露します。はい、いいですか。お茶2リットルはめっちゃ筋肉いるな。それでは参りたいと思います。よいしょ。
ないってすっげー苦しなんだよね。あいつにはできるわけないってみんな思ってるからさ。確かにこういうの向いてない。一生懸命やらなくていい。頑張れって言葉これ以上言いたくない。だって君は十分頑張っていること知っているから、そこそこでいいんじゃない。不気になることない。辛くなってしまったら歩けばいいし、休んだって問題ない。人は誰だって出しない生き物だけど変わってみたくなる。そう、これをきっかけに行け。ああ、エレたちよ、心でいっちゃう、走ってみないか。さあ、気のくらい何が何だかわからないまま本気出せ。気持ちいい自分に頑張れ。生きなのってさ、なんかかっこ悪くない？ちゃんとやってみるって尊敬するけどさ、そういう人って疲れないのかな。やるよ、僕も適当に。力の入れ具合、誰もそれぞれだと思う。汗をいっぱいかいてるやつとか、肩で息つくやつとか、ゴルフが見えることが評価されやすいけど、ただ黙々と自分なりのペースで突き進むやつもいるってことさ。歩幅が違えばスピードも違う。準備は競わないよ、ただゴールを目指そう。ありがとうございます。よよよよ、
ふみょ、ありがとうございます。アンコール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 ありがとうございます。ラブアンコール、何か踊ってほしいのありますか。いや、ダブルアンコールありますか。なんか踊りますよ。めっちゃ汗かいてる。ありがとうございます。ギフトありがとうございます。音源、あ、ガラス瓶でもなかったんですよね。ちょっとできなかった、すみませんね。倍速ヘタレたちよそれは考えてなかったな。あ、無謀はありますよ。無謀はフェリーはね持ってないんだよ。サングラスデイズ歌った、一番最初に歌ったのよ、瀬戸里のうん、無謀はね、何があるかな、ワンハーフならある、誰かがいつか好きだと言ってくれる日まで、そばかすのキス、センチメンタルトレイン、サングラスと打ち明け話、ポニーテールとシュシュ、ファーストラビット、なんかちょっと適当にもらっちゃった。マジ。何何？セントレ？センチメンタルトレイン？好きね。ちょっと待ってね、みちゃんね、熱々ですやってみよう。菜の花な、菜の花ないのよ花が咲くよないんですよ、咲くよ、やがて菜の花が咲くよ、あー早く言えた、ててててあー、センチメンタルトレイン、待ってこれどんぐらいなんだ、ちょっと待ってね、一瞬ちょっと待って、うん、あれ、踊れる？踊れ、久しぶりに踊るかも。
ちょっとサイズがいけるかな。久しぶり、え、いつぶりだろう。どこポジしよう。こっちでやってみよう。こっちや。なんかね、違うんですよ。あのね、1サビの 3通りの振りがあるんですよ。で、真ん中とあのサイドとで後ろのポジションで振りが違うんですよね。ちょっとやってみよう。センチメンタルトレインでございます。ポニーテールだよ。かった。それなポニーテー、ポニーテールの日はテストがあるんだよね。耐えてるよ。ありがとうございます。センチメンタルトレインをさせていただきました。さよならクロール、あったよね、持ってないな。さよならクロール、青い海。好き。なんて言ってたっけ。
かすって言った誰か。ルーン出たルーマ嘘だと言って言ってちょルーマは難しいです声もらってない。無謀はワンハーフあるよ。待って、でもこれ待って、あれ？今ちょっと待って、今読み込んでなかった。読み込み中。ワンハーフかな。ワンハーフだ。おお。ロドス、あ、ロドスね。でも言ったらもらえたかな。無謀好き？ 1.5 倍速。いやちょっと、え？ 3 倍はできませんよ。2倍速ならできますよ。私無謀の。無謀の2倍速？普通の速さ？2倍速聞きますか？ちなみに2倍速の無謀はちょっと待ってね。ん？これが2倍速。コールが…コール？早すぎて。それでは2倍速の無謀な夢は覚めることがない。やってみよう。これマイク持っとったら危ないな。おっしゃ。これね、倍疲れるんよ。2倍でやったら。いくよ。I'm not afraid of the dark.
こりゃ早い。一瞬で終わった。無謀。早すぎ。休憩お2倍でありがとう。ちょっと待って、なんか喉が開いた。よいしょ。テレテレテレ、ヘビがくれって言われる。ラクーア思い出した。いやー、ラクーア、ラクーアか。よいしょ。一杯の水あるよ。一杯の水ね、思った。そう、なんかもう一回聞きたいみたいなやつありますか。あとはね、体力大丈夫？うん、元気元気よ。あとはね、そばかすもある。そばかすか、あ、大声もある。大声ダイヤモンドもあるわ。あとはちょ、ガラス瓶がね、欲しかった。ガラス瓶がね、いけなかったんですよね。夢をガラス瓶に入れて海に流せば叶うかな。いつかはちゃんと自分の元に帰るように。はいダイヤモンド。糸井さんのアクセル、あー、そばかす、そばかすもいいね。そばかすする？そばかすとダイヤモンド。あ、ちょっと待ってね。ほっぺが赤い。ちょっと待って、確認するよ、この音源。ちょっと待ってね。オッケー。あ、ちょっとちょっとちょっと待ってね。やってみよう。
きだ、ずっと大好きだ、声の限りだけも大好きだ、君が大好きだ、僕の愛しさよ届け、大好きだ、ずっと大好きだ、風の中で叫ぼう、大好きだ、君が大好きだ、息が苦しくなるよ、しまっておけない、大声ダイヤモンド、ちょっと待ってね。今何分だ？まだ大丈夫そう。そばかす。ツアーでやってたね。あ、やってた。ツアーで。多分衣装チェンジしたい気分だと思う。私ですか？そう、めっちゃ汗かいて、多分私ショールームでこんなに汗をかくことがない。もう長いことアンコール。そうですね、衣装チェンジして、ちょっと衣装を用意してませんが、それでは、じゃあそばかすのキスをラスト。よいしょ。本当のラスト？どうでしょう。それでは。見切れそう。
ちょっとタワーのお礼も書かないといけなくてね。アンコール長い。アンコールプラスあのリクエストということで。ちょっと待ってね。持ってくる。書かせていただきます。あれなんかめっちゃタワー立ってる。なんかあれいつの間に。希望的リフレイン、わーもらってないな音源。踊れるよ。このカードもがあったら、あ、ちょっと待ってね。ほ、どなたですか？ルビーさん。ルビーさん。オキドキ？私オキドキめっちゃ体力使う曲なんですよ。多分起きだけがなんだろう、結構なんか激しいなっていう、なんか四国でやってたんですけど、起き激しいなって感じがする。ミッキーさんとミッキーさんとニャタロさん、ありがとうございます。ちょっと待ってください。法定速度好き。法定速度、法定速度と優越感、いえいえいえかな。お尻が好きなんですよ。超好きよ。
うん、お尻可愛くない？この振りの。めっちゃ可愛いやん。めっちゃ今日汗かいたわ。あと踊ると楽しいことが分かったの。やっぱり家でも踊るといいね。ちょっと待って、あと2枚持ってくる。踊ってる私、生き生きしてる。好きなんよ。待ってね。皆さん、この何時今？半ぐらい、23時半ぐらいまで。ありがとうございます。見てくださって。思春期アドレナリンはもうあおんが。あおなんか静かな夜ですね。明日から仕事頑張れる。頑張って。明日からお仕事の方も多いのか。頑張れー、頑張れー、ふれーふれー。お仕事の人、そうじゃない人もフ応援団。そうですよ、応援団ですよ。ありがとう。パソコン仕事帰りです。お疲れ様。一日よく頑張ったよ本当に。待ってね。にゃたろさん、にゃたろ、ライブ、次のライブはいつかな。そう、そうだ、8日に大阪でフェスがあったんですけど、それもちょっと出演見送りっていうことになってしまって、そうなんですよね。フェスがちょっと STU 出演見送りということで、そう残念なんですけど、楽しみにね。
メスティング待ってるぞって人たちには本当に、あとサイン会が延期かな、なのかな、あるはあると思います。5周年も延期だ。で関西に確かに直接お話し会がね、あるから。どうなるかわかんないですけど、7日のお話し会、あのサイン会、サイン会だよね確か、サイン会が延期になりました、はい、そうですね、まあでもどこかでありますあるますあります、ちょっといつかはまだね、わかんないです。できた。ルビーさん、じゃじゃーん、ちょっと待って、じゃじゃーん、よいしょ、ありがとうございます。ルビーさん、ありがとう。そしてあ、神公園ありがとう、ありがとう見てくれてありがとう。そしてミッキーさんスキージャンプスキージャンプ、これはアイドルタワー、これはスキージャンプ。ミッキーさんありがとうございます。じゃん。そんで、にゃ太郎さん、これは制服、制服です。裸足でさ踊ってるから音が。にゃ太郎さん、じゃん、前髪かわいいよありがとうやべえ、前髪がね、これはもうどうしようもない、まだ伸びるのを待ちましょう。ありがとうございます。さ、タワーがもう一本もらった、ちょっと待ってね。プーさん、プーさんさん、もう一回取りに来るちょっと待って、やりたいことできずふてくされてくまで、どんな風に僕は壊れてゆくのだろう。なんで一枚ずつ持ってくる。いや、あの特に意味がないけども。あ？3だけでいいよ。あ、うん、じゃいらない。あ、オッケーオッケー。待ってね、
たたん来たよありがとうございます。私がまたあっちに行くごめんみんな学習洗脳。私なんかね、私ね、なんでもかんでも学習洗脳よ。あんまりしとった。さくちゃんさん、さくちゃんさん取りに行くのいいじゃあなんか話しながら、なんか話しながらじゃない、書きながらなんか話そう。そうだなあ、あなんかね、お姉ちゃんと話してたんですけど、なんか私が暇だ暇だって深夜に言ってたんですよ。暇だ暇だ、暇な時どうするって、もう暇ってなんか辛いわみたいな言ってたら、お姉ちゃんがなんか私は暇大好きってすごい言ってきて、なんか暇大好き宣言されて、でそもそも暇を暇だと思ったことないから私って言われてすごいなんか哲学みたいなこと言われて、私はちょっとなるほど、暇を暇だと思ったことがない、なるほどなるほどってなりましたかっこいいね。なのでこれからは私も空いてる時間を存分に楽しみたいと思います。暇だとか言わな、二人の会話何話してるだろう何話してるかな。じゃじゃーん、プーさんありがとうございます。姉貴は割となんだろう、一人の時間も結構有意義に使うタイプなんだと思う。うんうん、プーさんありがとうございます。あスカート分かった、よく分かったのにスカート履かせました下だけっていう、さっきは上だけ、これは下だけ、下だけで申し訳ない。プーさんありがとうございます。ありがとう。どっちかしか着させないありがとう。でちょっともう一回取りに行ってくるね。謝ってる、なんでいいよ、もういっぱい動いた方がいいんやけんね。さくちゃんよいしょ、ただいま、ただいも、ただいもです。あサングラスにしよう今度は。え、めっちゃかっこいいサングラスデイズやわ。サングラスをかけさせる。
サングラス。じゃーん、できた。さくちゃんありがとうございます。さくちゃんさん、悪悪じゃないよ。ありがとう。うまい、イエーイ。嬉しい、楽しい配信ありがとうございます。グエてないよ。ありがとう、ありがとうございます。ありがとう。冴えてますか今？何時だ？これさ、この時計絶対間違ってるんだよね。私これ見て大体ね、時間がいつもギリギリになるんですよ、毎朝。42分。そうね、この時計見て大体ギリギリになって、あれみたいな。あ、ちょっと当たった。ありがとうございます、たくさんのギフトも。そう、回してない。途中からだったけど元気もらえた、ありがとう、嬉しい。初見さんもありがとう。ありがとう。よかった、ありがとうございます。私タワー見逃してますか？嘘。待って、前髪切った自分で。またやってくれますか？もちろん。ごタワー、ありがとうございます。しんじさん、え、あれ、あ、ハートか、ありがとうございます。あ、そう、ギフトがそう流れちゃって、ありがとうございます、ありがとう、ありがとうございます。私学習したんで持ってきたんですよ。ほら。そうなんですよ、
なんかね、なんかたまにコメント欄がなんかね、すごいなんかたまに荒れるんですよ。みんな落ち着いてください。たまにっていうか、まあ割と、まあ、でもこのコメントを見ずに多分見てくださってたり聞いてくださってる方はあんま気にならないかも。複数アカウントか、多分ダメなんじゃないかな、わかんないけど。マイキューが、あ、マイキューはもう常に荒れてるから、あれあれ、もう大荒れ本当にめっちゃ荒れてるから、スイフ嵐に夢を見こんな感じです。力に変えてやる。おっしゃ、じゃーん、ありがとうございます。しんじさん、パブハンドちょっとエコマイクこれ、元気を分けてもらいたいそう、私体でね表すタイプなんで、ありがとうございます。今来ました、その T シャツは何ですか。これは私の生誕 T シャツです。じゃじゃーん、今日私初めて来ました、半袖着てなかったんで。はい、ということで今宵ももう終わりですか。今何時なんだ、これは45分46分だから多分48分ぐらいじゃない、
50分ぐらいかも。時計が遅れてるから逆算。ありがとうございます。子供の日だったんか。子供の日、子供の日ということでこの鯉のぼりポーズを最後皆さんに伝授します。これがお父さん、これがお母さん、鯉のぼり、これが子供で、これが旗のあの棒。ふくらはぎ、ヒラメが泳いでた。うわ、カレイだし。かわいい、ありがとうございます。スクショタイムください。何がいいですか、何でもしましょう。ちょっとブリッジは勘弁よ。一杯の水、今日は一杯の水ポーズも伝授しました皆さんに。一杯の水をほここでほ、いっぱいの水ポーズ。鼻だれポーズ。こうなのかな、なんかこうなのかこうなのか、まあ多分こう。このポーズめっちゃ出てきます。鼻、鼻は誰のもの、花は誰のものでしょうか。みんなのもの。花は、みんなのものか。どう思うか？花はみんなのもの、みんなのものだし、なんか自分、みんな一人一人に花は。自分自身のもので、その花を分け合えたりしたらいいなって思います。つまりみんなのものかな。でも一人一人に花が、自分に一人一人に花はあるものかなと思うね。とか考えちゃったりなんちゃったり。ご飯食べてる？もう今日めっちゃ食べました。皆さんのいっぱい食べて、また明日も頑張りましょう。多分こんなに食べたから動くんだと思うんですよ、体も。もうバキバキパキパキ、パキパキですいっぱい動きちゃう、もうすっごい、もうめっちゃ元気本当に
なることは全然ないです。あのあれですか、運動してさ脇腹っていうかこの横が痛いみたいなのあるよね。あのマラソン大会の時しかならんけども。深夜テンション、そうだよ。今何分だろう、ね、今52分だからこれに5分足すんだよ。大体57か56ぐらい、4分5分。壇上ね、呼ぼうかな。しばらく祝日がない。そうなの。でもさ土日また来るよ。もう土日が休みとは限らんもんな。待ってね、あさかさん、きなぺこさん、くまねパパさん、にゃたろさん、ルビーさん、ミッキーさん、しんじさん、ふくたろさん、けんじさん、ぷーさん、さくちゃんさん、ゴールドシップさん、とおるさん、ありがとうございます。そして配信を見てくださった皆さん、ひょひょひょ、ありがとうございます。7月までない。え、祝日？そうなん、そうなんや、ありがとう皆さん、ありがとうございました。普段はできん格好とかしとこう。ありがとうございました。あ、スーパーの子ありがとう。よこ、ありがとうございました。逆、こっちじゃなくて反る方、反りながらありがとうございました。Thank you. Thank you. おやすみなさい。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 58分だった。落ち着いて、なんかいろんなポーズがしたくて。おやすみなさい。おやすみなさい。怖っ、私怖いねこれ。おやすみなさい。おやすみなさい。またねー、バイバーイ。マイキューマジ天使、こんなことしてるのに大丈夫そう今ので。また明日。壊れた、私の得意なポーズ。水平立ち。おやすみなさい。バイバイ。得意。バイバイ。おやすみ。